皆さんおはようございます経営コンサルタントの中野です今日も中野雄二の暗号資産投資教室を始めていきたいと思いまーす草恋新聞購読視聴規約ここでね一旦この動画を止めていただきましてここに記載されている第1条から第7条を大きな画面で一語一句慎重にお読みください 全てね、承諾でできききるるとという方のみこののみここ動画の続きを見ることができます承諾どっか1か所でもね承諾できないという方がいらっしゃいましたらこの動画を見ることはできませんのでえここで切っ、えー、てくださいそれでは今日も行きましょう LINE に登録してくださいね、えー、これは私の個人 LINE なので、えー、ここに登録していただいてこの動画の感想とかね、えー、仮想通貨とか FX の 情報くださいとか言ってくださいそしてまあ LINE グループの全国版にね登録いたしますので、えー、どうぞどうぞ、えー、LINE グループで皆さんと情報交換をしてみてください楽しいですよ友達もできますし飲み会も参加できますよはいどうは私は、えー、左と右どちらでしょうかキャラクターシール販売してますのででね、えー、どうぞ お問いい合わせください1枚200円ぐらいかなはいでは元年5月12日日曜日暗号室さん草子院中野研究会今日はね、えー、松千葉県松戸市今日もすごい晴れててね僕,僕は4時半ぐらいに起きました今日は、ね、今,今の時刻は朝7時5分なんですけれども、まあ、4時ぐらいに起きてましたはいえー、お金儲けするにはね 早寝早起きってことでですね早、早起きぐらいできないとね、金,も金持ちになれないですよ。うん、早起きは3問の得って言いますけども、3問が積み上がるとね、10万もになるからね、だからお金欲しいんだったら仕事しなくてもいいけど、早起きぐらいしないとね、やっぱいけないですよねねそれで、ね、今日はね。 やばいっすよ。本当にもうね、大変だ、大変だっていうのもね、疲れてしまいました。はい、こうね、今日いきますよ、この青いところ。国内メジャーコインの爆上げが開始されましたと。ビットコイン、ETF が承認されるのがもう間近だからね、あと10日ぐらいだから、<laughs> ビットコイン爆上げしてんだけど、ビットコイン爆上げした後に、イーサリアムとかリップルとかね、上がるのかなと思ってたら、 国内メジャーコインっていうのは国内で買えるビットコイン以外の有名な、えー、仮想通貨ね。イーサリアル、リップル、えー、ネムとかね。そういうやつなんだけども、ライトコインとかね。そういうのが爆上げ開始されちゃいました。んで、国内草コインっていうのは財布で買えるやつね。<laughs> あの、中野研究会では、2000、2000数作、2000数百種類ぐらいあるね、えー、取引所に上場されてる 仮想通貨を5つのコインに分けてるんですよ。国内メジャーコイン、国内草コイン、海外 <coughs> メジャーコイン、海外草コイン、あと、まあ、その他コインってね。でそれぞれに投資証があってですね、分散投資をしていくことによって、えー、わずかなね、最初5万円が数億円になるってことをやってます。で、国内草コインはまだお眠中ですということですね。では今日行ってみましょう。 でねもうね、本当にびっくりです。これ、ビットバンク、ビットバンクの、これ、ビットコイン JPY なんですけど、ああ、70、76、ちょっと激しいね、これね。今、70、え、70、え、78万え、78万今、起こったから、また76万とか75万になったかなと思って。見てくださいよ、これ。ちょっとおいて。78万1000な、 S78 万1000円ぐらいでしょ7七おいおいおい、どうなって七十 ?79 万。こんなに値、ね、動き激しいのありますだって、日経平均だって1日300円,動い300円動いたらやばいでしょビットコインだって3万とか5万とか余裕で動いてるのどうなってんの ?4000 円とかさ、今1000円だったのが4000円で3000円とか一瞬で動くんですよ。ほら。ここねどうなってんのドル円だってさ、1日50銭も動いたら、 50銭だよ。1円も動いてないんですよ。もう大変なことになるのに、どういうことこれこんな動くなりますそれで、ビットフライヤーはね、えー、レバレッジ15倍まで効くですね <coughs>、えー、ビットコイン FX っていうのを提供してるんだよね。今、新規講座解説ができないんだけど、15倍だからさ、1日3万動いたら45万儲かるわけ。15倍だから。 ビットコイン FX だけやってね、仕事してない若者いっぱいいるんですよ、実は。1日45万とか。まあ、あの、普通のね、ドル円 FX でも45万ぐらい稼げるんだけど、余裕でね。うん。ビットコイン FX、これ、どんだけ儲けてる人いるかわかんないですよ。だってガチホ、ガチホしてれば、だってこれ60万円ぐらいからガチホしてればさ、15倍だからもう何百万儲かってるわけですよね。 ふざけやがって。ま、あだから40万円ぐらいから買ってればね。もう30万いってるから、30万、三十万円の15倍だから450万も買ってるわけですよね。ただ持ってただけで、えー、睡眠投資法してたらね、あれ起きてさ、えー、いくらなってっかな四、えー、450万えー、なんでこれっつってね。で、これまだまだ上がるわけでしょ ?200 万とか800万まであ。どんだけ億万ちょいじゃんね。<laughs> さ、あの、ね、捻出できます今年また。送り人、送り人。 だからね、あの仮想通貨ってね、こういう特性があるんですよ、もう冬の時代は長かったけれども僕らこの冬の時代を生き抜いたわけですねで、まああのー、やっぱりさ、自分の資産価値がこうやって目減りしていく去年なんていうのもあのですよ正月明けてからね、コインチェックの眠りをし事件を受けてからずっと下がっ,てき下がっただけなんですよ。 で、中野研究会はその頃発足してるから、眠の流出事件の時からね。らずーっと下がってるのをみんなでね、傷の波合いしながら頑張ってきたわけ。でも、いざここでね、カルロス・ゴーンさんが捕まった11月の11とか12ぐらいか。13ぐらいで。これ冬の時代突入ですよ、11月ね。そしてこういう時も頑張ってきたわけ。どうせ上がるから、どうせ上がるからと。ね、でもなく、 どうせ上がるからって上がんねえじゃねえかよってね。こんな35万とかになっちゃってね、えー。これ12月ね。12月15とか。で、ここにもね、えー、じゅ今年の2月4日とかね。それでも、ここら辺で、まあ、耐えきれなくなって、もう中野中野さん嘘つきだと。中野裕二は詐欺師だということでね。いや、どうせ上がるから頑張ろうよってね、僕は毎日。 言い続けてたし、もうずっと今年の2月ぐらいまでは、えー、一般公開ライブ毎日やってましたからね。頑張ろうよって。絶対ね、また上がる日が来るからって。みんなやっぱり80万、100万、120万、200万ぐらいでビットコイン買っちゃってるからね。もう辛いわけですよ。どんな目減りすればいいんだと。それでね、頑張ろうと、売らないで頑張ろうってね、言ってたのに、やっぱりもうここら辺でさ、2月とか1月、2月ぐらいでもうギブアップしてね。 もう中野研究会を去っていった人がいっぱいいましたね。そして、まあ、手のひら返して、えー、もう悪口ばっかり言ってると。で、えー、いや、絶対いつかねぜ、どうせ上がるから、どうせ上がるからってね、もう詐欺師だとだ。上がってんじゃないですか、どうせ上がってんじゃないですか。ねどうせ上がるじゃないですか。これ知ってまる <coughs>、いつか上がるです、上がりますよ。で、それはね、信じないといけないんですよ。物事はね、人生っていうのは信じないと、 実現しないんですよ。ね。ここら辺で投げ打ってね、もうビットコインダメだって、長野研究会やめて、長年詠治詐欺師でやって、ね。<coughs> えー、っと、悪口言ってね、そしてビットコインも日本わずかな日本円に換金して、もうビットコインやらないと、草コインも投資法もやらないと言った人、どんだけ損してます、これでその人は、ビットコインのどうせ上がるからっていう言葉を信じ信じなかったから、えー ねガチをしてれば上がったでしょそういう上がったさ未来があったんだけどもここで売っちゃってたらその人に未来はないわけですよだから思考は現実化するんでそのままねダメだと思った瞬間にダメな人生がその人には来てるわけんでいや絶対に上がるんだとどうせ上がるんだと思って僕のことを言葉を信じてくれた人は今こうやって上がってるわけだから 世の中、地球上の三次元世界っていうのは一つしかないわけですよ。ね。今一つしかないんだけど、それぞれの人生を歩んでるわけ。大損、ビットコイン投資で大損した人たちもいる。ね。もういる。そしてまた復活した人たちもいる。ね。物事の現象っていうのは一つしかないんだけど、あの、信じる気持ち次第でですね、 あの途中で諦めちゃうと、もうだめなんですよ、はい。でも人生、今後ね、今さら買ってもダメだと、全然遅くないですよ、今から買っても全然、このね、240万円の山が、はるか下の方例えばね、2017年とあ、わずかここら辺のね、ここら辺のちょっとしたね、いやあの突起物ぐらいにしか見えないですよ、この山が、240万円の山が。 あ、ここら辺に何かあったね、と。2017年の12月ぐらいにね。でもそれからもう今は8600万だもんね、と。ね、240万円でここで買えた人ラッキーだったよね、っていうぐらい、というぐらい、あの、これ240万なんて屁のカッパなんですよ。この辺ですよ。この辺ぐらいしか見えない。だから今買いましょうよね、と。ね、中野祐二、中野研究会をね、脱退してね、えー、悪口言ってね、あいつは詐欺師だ、バカだ、アホだって言ってね。 ここら辺でね、諦めてギブアップして <coughs>、草コインも売って、ビットコインも売って、もうね、もうだめだと。でも、もう、またね、あの、元号が令和になったので、中野研究会は恩赦を与えていますから、またもね、あの中野研究会戻ってきていただいてね、で一緒に頑張りましょうよ、そしてまたビットコイン買いましょうよ、ここで70。 今78万ですけどね。また一緒に頑張りましょうよ。中身に入ってね。78万、もう80万いきますよ、今日中。今日中に行くか分かんないけど、80万いったら100万行くから。おい、80万かよ8。70万、週末、今週70万いくかな、とか言ってたのが、80万かよ。 ひょっとしたら100万いくぜ、これ。うん。だってもう、そういう特性があるんですよ。一回火ついたら止まんないんだこうやって。止まんないんですよ。はぁー。それでですね、えー、これは財布なんですけど、財布のビットコインの一時監視ですが、まあ、78万3000つけてますよね。で、なんと眠。眠。見てください。眠一時監視ですが、 あねお眠してるって言ってたじゃないですか。見てくださいよ。眠お眠から復活しましたよ。眠起き出しましたよ。ですからね、まだ遅くないから、もうまだ6円67銭なんですよ。で、眠っていうのはい、一番高い時で、一番高い時でね、<laughs> 冷やしで見ますけど、一番高い時でね、251円つけてるんですよ。250円つけてるんですよ。まだ6円ですから。 あのまだ40倍ぐらいありますからね。あの、眠はね、今チャンス。だ明日ね、月曜日また入金できますでしょ。財布持ってる人はね。眠とか、コインチェックでも眠ってますから。ただコインチェックはね、手数料べらぼに高いから、コインチェックでは儲かんないですよ。財布の方がいいですよ。で、ただ,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 だ財布ね、審議構造解説やってないから、うわ、冷やしでもむちゃくちゃ。 むっちゃくちゃ上がってきてるからね、ムがね。僕はビットコインが ETF 承認されて爆裂してからね、行くのかなと思ったら、もうなんかアメリカ人がね、仮想通貨ってビットコイン以外にもあるねって分かっちゃったみたいで、で、爆裂に買ってんですよ、他のやつも。ビットコインキャッシュ見てよ。もう爆発しちゃったよ。イーサリアム。 見てよ、爆発ですよ。で、リップルは大丈夫だよなって言ってたんですよね。リップル、リップル見てくださいよ、爆発ですよ。リップルも35円、まだ大丈夫だけどね。だって、ちょっと前まで、今日昨,日昨日だっけ ?32 円とかだった、33円とかあ。まだちょろっと、ちょろっと大丈夫。こう1日でこんな爆裂ですよ。ただ30円とか、まだ10円とかそのぐらいだけど、 ビットコインなんて1日で3万とか5万とか動くわけですよ。下手せば10万いったりするわけ。で、2017年、1日で100万動いたらあるからね <coughs>。ということでですね、あのー、うーこれね、値段上がれば上がったでつらいね、気持ちが。なぜかつって言っ土日入金できないから、お金。うん。 で僕あの手持ちで持っ、手持ちで持っていたビットコインを全てさノアコインに変えちゃったんだよね。で、ノアコイン10分の1になってるしよ。<laughs> ビット、ふざけんなよって。ノアコイン早,早く上がってこいよ。ノアコイン上がってこいよ、早くって。ということでですね、えーで、コインマーケットキャップ見てみましょうか。 まあ、とにかくね、あの、本当お金欲しいんなら、億万中者になりたいんなら、そして長野研究会去年のね、頭から見ていただいているのであれば、えー、なぜここで投資しないかっていうことですね。あ、あとね、草コイン投資法ですね、えー、私の方でね、去年、えー、草コイン投資法28本の動画を作ってます。ほんで、YouTube じゃなくて、ビミオっていうですね、アメリカのニューヨークのベンチャー企業の、えー 動画配信ツールを使ってですね、パスワードをかけて28本で 1, 1万800円で販売しますので、えー、どうぞどうぞ <coughs>、えー、草コイン投資法ねあの、国内草コイン、海外草コイン、えー、あとその他考え方とかね、あのー、投資法ですね、あとは、福利計算投資法とか、いろいろ えー、28本も調査分析してますので、どうぞそれ見て買ってください。あのー、そうですね、それ買う、まあ、情報商材みたいに買うというよりは、草コイン新聞をですね、あのご購読いただければですね、無料で差し上げてます。はい。それで草恋新聞はどうやって購読申し込みするかというと、私の最新のですね、動画見て、今の動画見ていただいて、このもっと見るですね、動画解説欄の えー、ここのところですね。草コイン新聞の購読、あ、ちょっと、ちっちゃいか。ここですね。動画解説欄に書いてあります。草コイン新聞の購読視聴料は、1人1月1万800円です。購読ご希望の方は、以下に記載の方法により、えー、1万800円をお支払いいただき、その後メールにて、以、え、下、ー、に記載の方法によるというのは、銀行振り銀行振込みか、 ラインペイかペイパルかイーサリアム。イーサリアム送金は海外居住者のみですけどね。ペイパルでもいいし、ラインペイでもいいし、まあ、ラインはその私、今の動画のね、最初の本に,に URL がありましたあの、QR コードありましたよね。あれで私の個人 ID のラインペイで1万800円送っていただくか、三菱 UFJ 銀行松戸支店の普通口座0274925に、口座名義社団法人マイナンバー法第三者認証機構ですね。 ここに入れていただくと、えー、その後メールにて氏名、住所、電話番号をお知らせください送信先のメールアドレスはい,いかとなりますここの i n f o m y n u m b e r m a r k j p に、えー、氏名、住所、電話番号を送ってくださいあとはあれだね、えー、身元が確認できるですねなお別冊あだからこれだけでいいですよこれだけで いいです。それで毎晩ですね、YouTube ライブやってるっていうのは、それ無料でやってるんですよね。ただし、あのー、これ、別冊草コイン新聞って言って、ほぼ毎晩身のいう動画ライブね、これやってるんですけどね、これが価値あるんですよ、無料なんだけど、<coughs> もし視聴希望の場合には免許証やパスポートなど、身元が確認できる個人情報の写真もご一緒にお送りください。メールに添付して送ってください。分かんなかったら電話ください。09012181504です。 草コイン新聞と別冊草コイン新聞は YouTube を一切利用せず世界最高峰の特別なセキュリティを施したウェブサイトで動画を発信しておりますので絶対に漏出することはありませんと、はい、あはいはいはいあのニューヨークのねセキュリティまあパスワードかかったりいろいろあのできるセキュリティ対策できるやつです安心して日本中世界中の投資家仲間とと,ともに安全に仮想通貨デフェクトの勉強を楽しむことができますと はい。ということで、あの、億万、基本的には億万長者が集まってる、なあの、集いが中野研究会ですからね。身元確認しないと、詐欺師が一人でも紛,ってる紛れてると大変だからね。はいあのけ。あの、なんか変な、変なことしたらすぐ逮捕し,逮捕しますから。<laughs> はい。あとはですね、あの、個人コンサルティング、 やってます中野裕二んのご質問や国内、個人コンサルやってて、ですね、まあ、電話とかね、LINE とかメールでは無料で答えてますよ、それは無料ですよ、こんなの。ね、でただ、えー、直接会って、なんかパソコンの設定してほしいとかね、えー、なんか仮想通貨とか FX の投資について知りたいというのがあったら、時間かかりますから、これ、だから、えー、万円ニット1万円プラス往復交通費です。1万円って書いたらね、これ1万800円の間違いです。 一万八百円にしましたからね。で、私がお客様の、お客様というか皆さんのね、家に行ったり、皆さんの家の近くの駅まで行ったりして、お会いするときはプラス交通費ね、日当プラス交通費。まあ、日頭ってだいたい4時間ぐらいかな、3時間から4時間ぐらい。で、松戸にね、皆さんの方から松戸駅、JR 松戸駅って常磐線なんですけども、上野から20分ですね。はい。の時は、 えー、1万800円のみね。はい。です。で、セミナー開催してほしいっていう人がいらっしゃいましたら、メールとか、えー、LINE とか電話でね、セミナー、仮想通貨セミナー、FX セミナーやってくださいと。それ、だいたい1万円ぐらいでやってます。はい。前3000でやってたんだけど、あの、やっぱり1万円ぐらいかけた方がいいかなと思って、内容が濃いからね、で、朝から晩までっていうか、まあ、そんな疲れないけど、 あの2、3時間じゃないからちゃんとしたのやるからね、あの一万円なんかすぐ元取れるからね、やってます。あと、この辺は、あのはいえー、ここら辺また今度説明しますけど、いいあのお役,立ちつお役立ち、つお役立ちリンク貼ってあります。そういうことなので、えー、何卒よろしくお願い申し上げます。んということでね、ちょっと。 やばいね、ちょっとねそれでですねビットコインの上昇率この24時間の上昇率が11.9912%だね70世界平均で78万4465円イーサリアム2万1721円14.22%アップはぁすごいねリップルー8.38%アップ35円74銭 ビットコインキャッシュ 19.83%20%、まあ、アップですよこの1日でこんなのあるこんな金融商品こんな投資投資先ってある、まあ、いつ爆上げするか分かんないけど、まあ、最近爆上げしてたから爆上げするとは思うよねでビットコインキャッシュが3万7871円ですよ100万円にしてたら120万円になってますよ1日でライトコイン18.82%アップ1万飛んで82円 五三パ1 4 5 3アップ609円87銭カルタネイダ8.48円22.40%アップカルタネイダ22%アップしてますよやっぱりなもうこれ上がったら上がったら悔しいですねやっぱりねうんもう僕の貯金全部ぶっ込むかって感じですねこれやっぱり眠がねあの目覚めた眠がね21.13% 21.13%アップしてますよ、この24時間でね。で、6.63円。はい。だから、どうするかですね。うん、はい。で、他のね、こういうところは日本で買えないわけですけども、日本の取引所はね。この辺は海外で買うわけですけども、どうやって買うのか。ええー、っていうとですね、まぁ、あ、例えば、p a n d x 買いたいとか、例えば、オーロラ買いたいって話をしたら、こう押す。押したら、えー、これ、市場ってとこを押すんですよ、市場ね。 そうで一番取引量が多いところは一番上に載ってるコインエッグってところですね。で、USDT で買える。でも USDT じゃなくて、まあイーサリアムで買おうかなさ、クーコインで買いますね。クーコイン。うん、ビットコインでも買える。うん。まあ大体ね取引さ、取引量が一番多いところで買った方がいいんだけど、そうだね、ここで例えばコインエッグで買うんだったら USDT だから、 USDT って日本で買えないので、まずビットコインをこのコインエッグに送金して、で、ビットコインで USDT 買うんですよ。で、USDT で AOA っていうこのオーロラ,ラを買うってことになりますね。で、こうして、ここで、えっと、日本語ないですね。日本語ない場合はしょうがないから、日本語に翻訳ってやるんですね。そしてサインアップ。あこれ新規。 えー、サインアップでここら辺で、えー、口座開設するってことですね。はいクリエイト・ユア・アカウントって書いてありますからね。のーーなので、えー、世界中には1万いくらだっけ8242の市場がね、えー、こういうこういうい取引所があるので、えー、買いたいですね、コインごとにですねまあ開いていくかと。 まあ、大体バイナンスとかには有望草コインがいっぱい、有望草コインがいっぱいあるんだよね。バイナンスの中での上昇、有望コインを買うっていう場合には、えあ、これ動いてた、大丈夫これ。動いてたけど大丈夫でした。声がダブってたね。えっと、すいませんでした。 ここのですね、バイナンスの中の、えー、バイナンスの中のコインマーケットキャップのバイナンスだけっていうのがあるんですよ。ここね。これを見ると。そして、この中で、この中で有望なものを探していくっていうのもできますよ。そしたらこれバイナンスで全部買いますからね。 まあこんな感じでやっていくといいんですけれども、またこれはもう長野研究会でやります。そして、今日の時価総額、仮想通貨の時価総額二23兆8175億円になっているので、まあ、1兆円ぐらい増えているよね1兆。1日で1兆円ぐらい増えている。はい、ということで、声が二重になっちゃったかもしれませんが、今日はですね、消してこうか、これ。はい、草コイン、ああ、いや,いや、7十うそ、嘘な、 話してるうちに79万円になってますからね、もうね。見てください。79万3000円。えーこう、なんか喋ってるうちに1万円、1万円上がれる金融商品ってあるな,ない、ないよね、こんなん。あるわけないよね。これが仮想通貨の送り人生成プログラムなんですよ。誰でも送り人になれる。ただ、こういうね、これは0.01ビットコインとか0.001とか買えるからね。 なあ80万円持ってないと買えないの方じゃなくて、8000円ぐらい持ってれば買えるからね。でそれはいいんだけど、<laughs> 安いの買うんですよ、安いの。うん。だから、今だったらネムがねネム、これ内緒の話だよ。ネムがね、6円なんですよ、6円。で、あの、<laughs> そうだね、6円、76千円なんで、これ、250円までいったでしょ。 だあと40倍ぐらいは行くから、10万円でとけば400万になるしね、100枚でとけば4000万になるから、あだから頑張った方がいいと思いますし、あのね、せあのー、仙台にお住まいの関津葉くんっていうね、YouTuber がね、リップル5円の時に買ったんだって、2017年ねあ。2016年だったかな。リップルね、5円の時に買って、5円の時に5000円だけ買ったんだって。そしてね、爆上げしてね、100万円になって、その時にね、半分売ったって。 あ200万になって、半分売って100万になって、で、それでカミさんとハワイ旅行行ったって。5000円が200万になるんですよ。そういう世界ですから、仮想通貨はね。はい。で、ある、ある大学生はですね、え大学2年生の時に、まあ、あの、誰かに誘われて、えまあ財布でね、こういう草コインってあるんですよ。草コインってね。こちらトークンで、これ草コインなんですけど、この辺ね。まあ、これも中心にですね、5万円分買ったんだって。 うん、その頃は全部何円。これなんか0.2円だからね。0.2円財布トークンなんて。むちゃくちゃ安いから0.2円だからね。6円とかじゃないからね。だらこういうの買うんですよ。これがね、まあ一時4円、4円とかつけてるんですよね。だからこれも20倍か。そうだね。いきますからね。0.、0. 何円っていう、こういう草コインって言うんですけど、 えこれをね、5万円分買ってね、で、全然上がんないと。もうずいぶん前ね。それで、大学2年生の時買ってね、それで、全然上がんないから諦めてほっといたんだって。そしたら2017年の年末にね、なんか送り人発生して、くく、ビットコイン爆ゲーして、あそういえば俺のどうなってんのかなと。その時もう2年経ってて、大学4年生だと。それで、この財布ね、ログインして、2年ぶりにログインしてみたなって、ID とパスワード。 でね、そしたらね、なんと5万円がね、2億円になってたって。そういう世界なんですよ、仮想通貨って。何円とか、0. 何円とか。0. 何円とか、これね、草コイン全部買った方がいいですよ、1.5円のペペキャッシュとかね。これどんだけ上がるか分かんないですよ。ペペキャッシュも一時ね、安い時があってね、700倍ぐらいになったんですよね。うんこう。2億円になったって。で、僕は去年、えー、日本全国13カ所で草コイン 草コイン投資法のね、セミナーやりましたけど、大阪でね、やっぱり大学4年生の男の子がね、えー、一時ね、やっぱり今日、2017年の12月にね、貯金がね、23億円になったって一番いい時ってねでね。僕と会った時は 3, 3月だったかな ?2 月かな ?3 月 ?2 月の終わりかなあ、3月だ。3月の終わりぐらいで会った時には、10億円まで減ってましたね。10億円まで。 うん、ただ、その後もっと減ったと思いますよ。うん、そして今、また爆上げだからまた増えてると。持ってやね。で、この下の方で売ってたら、え多分2億円ぐらいでね、もう終わったんですけどあの、とにかくね、思考は現実がするわけですよ。そして信じるものは救われるわけですよ。だから僕もね、あの散々ね、えー、バカだ、アホだ詐欺師だとかね、言われまくりましたけど、 あのー、ずっと信じてたわけだよね。そう、こんなん、いつ上がるか分かんないもの信じてたら、それはバカでアフだよね。確かにね。見てください。こう喋ってる間に7時来ます万、ね、もう80万ですよ。80万ですよ。今日中に80万いくかなって言ったら。喋ってる間に言ってるじゃないですか。ふざけんなよと。ふざけんじゃねえよと。ね。で、さっきからですね。 もう、えー、バン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 ね、LINE とかね、電話とか見える、いっぱい来るでしょで、日本全国で、いや、ビットコイン仮想通貨都市やりたいってね、今更になって言ってこないでくださいよ、私がね。一年中ずっとやってたのに、ね、全然見向きもしないで、そしてどんどん離れていってね、なかなかバカだ、アホだってね、言われ続けて、半世紀、半世紀じゃないけど、半年間、ほら、もう80万いったでしょ ?80 万今。 瞬間。ね、もう、まあ、80万ですよ、これ。80万に見えないですかはい、80万の瞬間を見ましょうか、また。ビットコイン。はい、あ,あと60円。あ、行くか行かないか。行くか行かないか。はい、80万円来ました。ぴったりですね。80万円来ました。おめでとうございます。 このね、ビットコイン80万円が、私たち冬の時代を過ごしたビットコインがね、1ビットコイン35万円の時にね、ずーっと耐え忍んで、寒い中をね、マッチョ率の少女みたくね、マッチいりませんかマッチいりませんかって言ってもね、ビットコイン、もうあれ終わったよ。バカじゃねえの、お前って。もうあれはもう終わったよ、古いよと。もうビットコイン13万円とかもうあの終わっちゃうよと。ね。 ビットコイン仮想通貨ふざけんじゃねえよと。あれはもう終わったも同然だよと。投資にならないよと。ねえ。まだやってんの保存したんでしょあんた。バカじゃないのって白い目で見られてね。後ろ指叩かれましたよ。散々叩かれましたよ。で、僕もね、あのー、インターネットで叩かれて叩かれてね。あいつはアホだバカだっつってね。みんなを騙してるんだって言って。散々叩かれましたよ。いや、絶対大丈夫だからと。 絶対上がるけど,どうせ上がるから睡眠投資法しようと刑務所投資し法しようと、あのー、あのあの刑務所入った人もね、えー、5年ぐらい入ったんだってねそれで仮想通貨ね、ねビットコイン、えー、が、えー、っとマウントコックス事件で、ねえー、万万12万円が2円になっちゃったんですよねあれマウントコックスでビットコインが盗まれてね。ね それでもうだメだっ,つって、それで何かの事件で刑務所に入って、5年後出てきたら、今回、2017年の爆上がりで、えー、刑務所当初で億万長者になったって、2017年の年末にね、ちょうど刑務所出てきたんですよ。で、5年間ビットコインいじ,れいじれなかったって、パソコンいじれないからね。いじってたら途中で換金しちゃってたと思うって言ってたよ。まあ、だから20万とか30万になった時ね。 でも、出てきた時には240万になってたわけでしょ最高ね。で、その時にちょうど換金したわけですよ。だから5億円とかね、10億円。<laughs> あのね、刑務所出てからどうやってね、生活していこうと。仕事もないかもしれない。きついなと思ってたら、神様のお恵みがあってですね、えー、きちんとね、あの、自分の資産、わずかなビットコインがお5億円、10億円になってたんだって。だから、刑務所投資をつって忘れたことにしようと。 であの操作できないようにしようと、理解できないよと、ねでまあ、睡眠投資傷とも呼ばれてるんだけどねで、こういうことですよ、とにかくあの自分の未来を信じないと、ねで、これですよ、80万円、見てる,見てるうちに、でこれ、80万いったら100万いくって言ったでしょ、これ絶対ね、明日今日明日明後日で日本のテレビでもあの報道するから、そしたらみんなね、ああ、やりたいな、やりたいな、ビットコン買おうって、みんな口座開設してやるじゃないですか。 で、リップルだってこんな爆上げですよ。リップルをちょっとリップル早いって、リップル早いって、ビットコインが爆上げして、そこで現金化してからリップル上がるんじゃなかったのと。ね、ただまだ全然リップル、このね、400円までいった中で、まだ集めの先ですから、38、35円ですから、まだまだ余裕なんで、僕はもうリップルを爆買いしますよ。リップルと眠ね。うん。で、 あとは、財布にあるですね、このトークンって言われてるやつね。トークンっていうのが、これ、国内草コインで、草コインってリスク高いんだけど、日本国内の草コインはすぐにこういう売却できるから。だから、流動性が高いのでね。しかもこれ0.2円ですよ。これを買っておけば、これが1000円になったらね、500倍ですからね。たった1000円ですよ。ビットコインなんて80万とかですからね。なので、 い,いかに安いのを買って温めるかですよね。これが草コイン投資法なんですよ。そして500倍になって、ほんでまた何かに投資して100倍になった。そしたら 500×100 だから5万倍なんですよ。5万倍。1万円が5億円になるわけですよ。10万円が50億になるんですよ。実際いるんですよ。そうなっちゃった人が。それを皆さんと一緒に実現したいと思います。ではね、今日も一日頑張っていきましょう。 うわ、ビットコイン、はあ。すごいね。送り人、皆さんおめでとうございます。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお世話いたしました。口座解説していない人はビットバンクね。ビットバンクで口座解説するとビットコインとかイーサリアム、えー、一通り買えるの、ね、でリップルが買えるのがいいよね。あとは眠がいいよね。眠買うんだったら財布かコインチェックだね。コインチェック手数高いけどね。 財布はほら新規口座開設できないから、コインチェックはできると思いますからね。はい。それでは今日も頑張っていきましょう。何か質問ある方は、お電話090-1218-1504、または、えー、電子メールですね。えー、あとは LINE、えー、でお問い合わせください。千葉県松吉市にトム・クルーズがお伝えいたしました。Here we go!